弱いところで戦うのが MMA なんだと話している朝倉、うん、あそこで下からああいう肘とかそんな攻撃できるのって本当にメンタル強いやつしかいないんで、あの日本の選手の中でも見ないぐらいメンタル強い選手だと思いますよ。